皆さんこんにちは。ビーレジェンド管理用紙のルノメです。今日は、第3回目ということで、BCAA についてのお話をさせていただきます。第1回第2回とタンパク質についてのお話をさせていただきました。その中でタンパク質というのは20種類のアミノ酸の、総称のことだというふうにお話をしたんですけれども、本日はそのアミノ酸について、詳しくお話をさせていただきます。まず、アミノ酸というのは、20種類あるというお話をしたんですけれども、その中で、必須アミノ酸と、非必須アミノ酸と言われる、ものに大きく、二分することができます。まず必須アミノ酸というのは、私たちの体の中で、合成することができない、もしくは合成量が少なくって必要量を満たすことができない、そのため食事から摂取をする必要があるものを必須アミノ酸と言っています。そして体内で合成できるアミノ酸のことを非必須アミノ酸と言っています。必須アミノ酸の中でも特に筋肉の中で筋肉のタンパク質の中に多いと言われているのがバリンとロイシンとイソロイシンという3種類のアミノ酸で、この総称を BCAA と言います。で、この BCAA は筋肉のタンパク質の合成にも使われるんですけれども、運動により分解されることも分かっています。そのためアスリートは BCAA を十分にタンパク質を十分にですね、その中でも、アミノ酸の中の、バリン、ロイシン、イソロイシンの、BCAA を十分に、摂取することが、大切になってきます。この、BCAA の、期待される効果としては、まず運動前に飲むと、運動による、筋損傷の、軽減ですとか回復、また筋肉痛の軽減、それから運動しているときにエネルギー源としても利用されます。また運動中に疲労感を起こすメカニズムとして脳内にトリプトファンからセロトニンというものが生成が高まることが疲労を発生する原因として考えられているのですが、その疲労成分であるセロトニンを産生するためにトリプトファンが必要となるのですが、この BCAA はトリプトファンと同じ輸送システムによって脳内に運ばれるため、運動中の BCAA の摂取はこのトリプトファンの脳内への取り込みを低下させ、それにより疲労を軽減させると言われています。そのため運動時の主観的な運動強度の低減ですとか疲労困憊までの運動時間の延長などの報告があるので、疲労の軽減によって集中力が高まる、そういったことが期待できます。で、また運動後に飲むと筋肉疲労の回復ですとか筋損傷の回復が期待することができます。 BCAA は人気のサプリメントなので、他社さんでも多くのメーカーで作られているかと思います。で、情報までになんですが、この BCAA の価格設定というのは、アミノ酸の割合によって異なることが多いです。B レジェンドの BCAA は、1回の摂取量が 5000mg 取れます。で、大きさがですね、 500g のものと 1kg のものとご用意していますが、 500g のものですと 4980円、1キロのものですと9800円となります。1回の摂取量が 6g になりますので、1キロのものですと166回飲めることになり、
1回あたり59円で 5000mg の BCAA を摂取することができます。おすすめの飲む飲み方なんですけれども、私はこちらのスポーツ&リカバリーに混ぜて運動中に取っています。このスポーツ&リカバリーはマスカット風味、BCAA はダッテレモンダモン風味ですので、レモンとブドウでとても相性が良いので美味しく飲むことができます。用途に応じて摂取タイミングを工夫していただき、パフォーマンスの向上に役立てていただければと思います。それでは本日は第3回 BCAA についてのお話でした。どうもありがとうございました。